さて、ミラーインサイドアウトプレイしていきます。広い家だな。なんていうか、お屋敷みたい。確か母さんから預かってた手紙は。カイエ、鏡を持ってきてね。鏡か。そんなもののために僕をこんなところへ。なんだろう、あの箱。僕しかいないし、気になるものは見てもいいよね。操作説明、WASD、Z とエスケープ。まあ変わった操作はないだろうか。光っている場所には調べられるものがあります。光っていない場所でも調べられる箇所があります。まあ漏らさず探索しろっつうことだな。アイテムはメニューから確認できます。メニューから使用できるアイテムもあります。メニューから使用しないアイテムもあるのかな。自動選択。まあいいや、とりあえずボチャンと始まっております。ミラーインサイドアウト。開幕のボチャンは何だったんだろう。扉を開ける音かな。珍しいね。主人公はカイ。母親からもらった手紙。びっくりするほどすごいふわっとしたオーダーなんだけど、まあその手紙に、まあ、鏡を持ってこいと。この一行だけなんだよな。でもってよくわからん屋敷に来てコソドロムーブしてんだよな。まあとりあえず帰るか。玄関が開かない。閉じ込められたのか。まあいつもの通りか。玄関の鍵を探す以外方法はないかな。いや、斧とかチェーンソーとか持ってこようぜ。探索していきます。箱は後回しかな。あのペカペカもちょっと後回しかな。セーブはとりあえず3番あたりにさせていただきましょうかね。メニューから使えるものや詳しく調べられるものがあります。他は選べないね。まあとりあえず探索していこう。すっげえ気になるね、これ。何度か擦れたような跡がある。調べてたら、ああ、棚が移動してきてぐしゃとかなんないか。本棚のようだが本は一冊もない。しかも動かないし、何これ。ああ、動かない。動かそうとしたのか。君結構手慣れてるね。本が並べられている。特に気になるものはなくて、ペカペカはちょっと後回し、扉も後回し。まずは本棚。隙間に本を刺して移動する本棚は、どうだろう、ないだろうか。調べてないものがありそう。右もありそうかな。上も入れないだろうか。さて、箱とペカペカどっちかな。箱後回しかな。マッチ。なるほど。出口が開かないなら、燃やせばいいじゃないと。派手にやるじゃねえか。これから毎日。いや、焼き炙りで窓を割る可能性も。あとは水が必要か。わ、オルゴール。オルゴールを、手に入れた。やっぱりちょっと手癖悪いね。まあ、これぞ、フリーゲームの主人公って感じだな。応援するぜ、私は。あれ、まだ何か挟まってる。メモが挟まっていた。メモか。そしてそのままバックグラウンドミュージック。素敵だね。オルゴールとマッチ。箱入りのマッチ数本残っている。数本か。焼き炙りはマッチだとちょい辛いか。オルゴールは使えない。オルゴールのメモ。お誕生日、おめでとう。僕、誕生日じゃないんだけどな。母親のサプライズではない。誰かへの誕生日プレゼント、玄関に忘れっぱなし？だとしたら、悪いことしちゃった。それにしてもこのオルゴールは、なりっぱなしなのかな？いや、罪悪感覚えるんだったらここに置き直しなさいよ。このまま持っていくの？鏡はなかったな。奥の扉は何があるんだろう。奥の扉には、鏡って何でもいいのかな？鍵がかかってるみたいだ。どこかに鍵があるのかな？百均で買っていけばいいんじゃないだろうか。ここにはオルゴールとマッチしかなかった。他の部屋も見て回ってみよう。母さんに言われたものも探さないとね。ああ、マッチも必須アイテムだったか。
まあ探索。ここは台所かな？台所でまたペカってるものがいくつか。色とりどりの食器、食器、食器、日記。日付と数行の走り書きがされている日記として使われていたようだ。ダブルクロスかつダブルクロスの地。台所にネズミが現れて悪さをする。はは！ネズミよけでも置いておかないと。意味がないね！ダブルクロスかつダブルクロスの地。最近ネズミがいなくなった。また現れないかが心配だ。どこからか猫の鳴き声がする。我が家で生き物なんて飼っていないはずだ。日記はここで終わっている。これは日記。他にも何冊かあるのかな？まあ、さほど興味はないのだが。冷蔵庫なら何か食べれるものでも入って、すっごい手癖悪い、こいつ。牛乳の袋の中の牛乳の牛乳の袋の中の牛乳の牛乳牛乳の袋の中の牛乳の牛の袋の中の牛乳の牛乳の袋の中の牛乳の袋を入手した。落ち着いて、ただの牛乳だってば。牛乳なのか。牛乳を、牛乳の袋の中の牛乳の牛乳の袋の中の牛乳。賞味期限はなんで切れてないの？めっちゃ人住んでんじゃん。これは明らかな不法侵入からの窃盗のコンボですね。やってるなぁこいつ。綺麗なシンクだ。水は出ない。ワインが置かれている。17なんか17で、いやまあ立派な犯罪ですね。思いっきり捕まってくれ。オリーブオイルか。トマトとチーズにかけると美味しいんだよね。ご飯、僕のことはいいんだよ。せっかくだから、せっかくだからみたいな越前康介ムーブやめようぜ。オリーブオイル。ああ、この屋敷と主人公の母の、その、関係って何なんだろう。ま、とりあえず、オリーブオイルとマッチで、火炎瓶的な。オリーブオイルって、燃えんのかな？知らないぞ。まあ、燃やして燃やせないことはないか。プール、というには少し汚い気がする。水が深くていけないけど、何かありそう。そうだね。なんかめっちゃボス戦とかありそうだけど。泡が出てるのが気になるけど、この距離じゃ手を伸ばしても届かないし、泳ぐのも現実的じゃないな。なんか、もこもこした上着着てるし、季節的には寒いかもしれないな。耳を澄ませば、風の音が聞こえる。ところでこれは、紐？何かを結んだら下まで降りられそうだけど、どちらにせよこの水深じゃ降りられないな。足はつかないぐらいなのか。この紐は？何かを結んだらっていう途中で切れてんのかな。廃墟なのかどうなのかわかんないな。でも牛乳の賞味期限切れてねえしな。で、奥は、鍵はどこかにあるかな。鍵か。オリーブオイルで何とかなんないかな。何とかならないわ。さて、積んだかな。お疲れ様です。1階の鍵を入手した。私はアホかな。後回しにして、全然回収してなかったね。じゃあ何が罪だよな。ほんと。私悪い子、私悪い子。ここの扉は開かなかったけど、そういえば鍵を拾ったんだ。うわ、結構広そうだな。仕方ない、見ていこう。広いお屋敷で、これは何だろう。鉄の扉。ボイラールーム。関係者が立ち入り禁止。ドアは開かない。鍵があれば開くかも、かも、かもかも。本が並べられておる。ここも特には何もなし、なし。泣く泣く泣くないと。2階は後回しにしたかったが、扉が開かないか。鍵ではなく、なんか不思議な力でもって閉められてるのか。じゃあ、上に参ります。ダーシャリアス。2階まで来ました。やっぱりおっきいね。これはまたシンプルな。これは、隣り合わせのか対面ですらないしな。何の部屋なんだ？ T セットだ。中身は何も入ってないね。紅茶を入れるときは、熱湯でしっかり蒸らして。コーン。僕の紅茶トークはどうでもいいんだよ。ああ。時々冷静になるな。白い皿が置いてある。こんなところに1枚だけ？
何かに使える。君さ、本当にさ、白い皿を入手した。これはやっぱパン祭りとかで、まあもらったお皿なんでしょうね。家主びっくりだよ、帰ってきたら。暖炉の奥から風が吹いてる。はい、まあ入りますよ、それは入りますよ。行ってて。ここは子供部屋かな。子供部屋に熊ですか。ちょうどね、今皿を見つけたんだよね。この皿を割ればと思ったけど、連打はできるけど、割って刃物っぽくするのは無理か。運が良かったな。おもちゃ箱のようなものがある。開けて、まあ開けますわ。ハートのロケット、なんかアンダーの話に出てきそう。アンダー、アンダー、アンダーグラウンド、東京。ろうそくの火が揺らめいている。火が揺らめいているって言って、やっぱり人最近までいるじゃないの。これで2冊目。まだ他にも日記がありそうだけど。子供のような字で書かれた日記帳がある。ダブルクロスかつダブルクロス日。今日は誕生日。お母さんが小さなオルゴールをくれた。とても綺麗な音がする。今日は猫を見かけた。一緒に遊びたいな。気になっていた本を読んだ。漢字難しくてちゃんと読めなかったけど、絵のおかげで大体やり方は分かった。漢字の読み方をお母さんに聞いたら、それは絶対にしちゃダメって言われた。これを書いた子は何をしようとしたんだろう。ああ、これは一人かくれんぼでしょうね。あの熊のぬいぐるみきっと中に米詰まってるぜ。スロー・ザ・ルッキング・グラス。ガラス、グラス越しに、なんか、見てね、的なやつ。ルイス・キャロルかな。ルイス・キャロルって、アリスか。タイトルが書いてあるけど、スローって通り抜けるだっけ。グラスはグラス、あ、ガラスでもいいのか。ルッキングは、見ている。あ、もう、英語なんてわかんないっての。あ、よくわかる。これルイス・キャロルの本か。不思議の国のアリスを書いた人だよね。同じ作者ってことは分かったけど、意味は結局わからないわ。ああ、スルー・ルッキング・グラス。スローじゃないね。スローじゃ投げちゃうね。なんか謎解きかな。どっかにグラスが置いてあって、それ越しに見ると絵が反転してうんぬんみたいな。覚えて置いたらっていうか、探索していたらなんか勝手に謎解けそうだけど。子供のおもちゃ。子供ちゃですね。うわ、このベッドだけボロボロだ。これ以外は無事なのに何があったんだ。ボロボロだけどシーツは、君さ、せっかくだから使えそうなところを持っていこう。このままだと使えないかもしれないけど、せっかくだから俺はボロボロのシーツを持っていくぜ。破れたシーツ。ハサミとかあれば整えられるかな。さすがにこのままだと扱いづらいし、ハサミがあったらまずシーツ整えるようにね。クマをちょん切りよ。首をちょん切りなさい。私もハートの定理なんだけどね。クマさんのぬいぐるみだ。あはは、ふっかふか。誰も見てないよね。なんだかちょっと寂しそうだな。何かつけてあげられたらいいんだけど。まあ、クマのぬいぐるみつけるって言えば、傷ですよ。ねえ。ちょっと待ってな。すぐにハサミかナイフ持ってくるから、傷つけてあげるよ。そうだ、ハートのロケットをつけてあげよう。なんだその発想は。僕が持ってても意味ないし、使い先も思いつかない。あれ、クマさんの下に。ハサミ、あ、こいつ隠してやがった。浅ましいな、このクマ。こんなところにハサミ、危ないな。これならさっき集めたシーツを切れるかも。ちょっと切りづらいけど。できた、これなら紐として使えそう。ああ、これから紐生活です。布製の紐を手に入れた。ハサミは、あ、ちょ、順番が違わないかい。結局無理して使っちゃった。布の方はこれでも十分そうだけど、もう少し補強した方がいいかな。ワイヤーみたいなものがあれば。君は、これを何しようとしてんの？何？ああ、あのプールのところで使おうとしてんのか。ハサミで整えて作られた。まあ、整えて、破れとかをしっかり補強した方が、まあ、
ちぎれたりとかしなくはなるな。まあ、熊生存ルートと。ああ、そしてここに繋がってたんか。内鍵?密室殺人や。やべ、ミステリーだ。まあなんか暖炉に登るのもあんのかもしんないけど。ガラス越しにうんたらかんたら入らないと。とりあえず、これはハンダゴテ。これは使ったまま忘れたのかな。ほら、置いとくと持ってっちゃうから。プラスドライバーを入手した。ドライバーを使うところなんてあったっけ?現状はあるようなないような。まあ何だって使えるけど、まあ脱出するのにドアノブぶっ壊すためとか。プラスドライバーは、ああ、これは能動的に使うかしかないのかな。ああ、まあマイナスドライバーとかありそうだなと思いましたけど。ペカペカは後回し。にするとさっき回収するの忘れたからな。鏡についての歴史書がある。鏡の歴史。はじめに、鏡とは可視光線を反射する物体のことを指す。可視光線、人の目に見えることができる光。ああ、まあ一応そういう前提条件は必要だよね。どれが鏡だっつったら、反射するもの全部って言ったら、それこそ、なんだ?水とか、目とか、いろんなものが反射するからね。製造ガラス製。硝酸銀溶液をガラス板に塗ったもの。現在最も普及している。金属鏡、青銅や銅板を磨き上げて作られた。定期的に磨く必要がある。ああ、銅鏡とか聞くとやっぱり私は邪馬台国を思い出すね。最初の鏡は水溜りや水桶などを使った。ああ、水鏡、水面鏡。現代における水鏡、建築物の周辺に巨大な湖を作ることで、鏡のように風景を映すなど、現代でも使われている。ああ、金閣寺とか、私はイメージするね。現代における水鏡。水面鏡を作るためには、透明度の低い水が推奨される。そのためにわざと湖を濁らせている場所がある。ああ、濁ってないと水の中が見えてしまうからっていうのはあんのか。なるほどね。でもって、汚いじゃんっつって、池の水全部抜いて、そこそこ台無しになっちゃうみたいな。こんな歴史があったんだね。そうだね。ためになったね。ボイラルームの鍵。意外と早く手に入ったな。インクの入った瓶と羽ペンが置いてある。何かを書くのに使えそう。魔法陣とかね。非常に丁寧な文字だが、急いで書き残したようだ。あの子が合わせ鏡をしてしまった。一度でも合わせ鏡をしてしまったら、裏返しに会ってしまうかもしれない。あれだけ何度も注意しておいたのに。インサイドアウト。裏返しに会ったら、表と裏の世界が繋がってしまう。こうなったら、私が行くしかない。私があの子を連れて帰る。カイエ、お願いだから、どうか無事に生きていて。見つけた日記は3冊目。これで全部だと思うけど、なんで全部だと思うんだい?カイって、僕の名前じゃないか。どういうこと?これは誰がカイだろう?そんな、いや冗談だよね。これ母さんの字、じゃないよね。母親の日記が、こんなところに、あるかな?まあ、とりあえずこの謎は置いておくか。大人サイズのベッド。でも二人で寝るから、大人サイズではない。これは、接客用なのかな?ここで、こう、来客した人と話をするけど、隣にベッドがこう置いてあったら、なんか落ち着かないね。いや、まあ普通に客室なんだろうが。細かい刺繍が施された豪奢な、この絵、剥がすと扉、あるでしょう。この謎空間、謎のままで終わらせないかな。うん、謎空間だわ。ピアノか。母親の手紙。ああ、合わせ鏡でポクテを追って、川に落ちて、今生死の境をさまよってこの世界にいるみたいなね。最初のボチャーンがやっぱ気になってんだ、私。の時計。壊れてるみたいだ。直すにしてもネジで止まってる。プラスドライバーがあった。使ってみよう。これマイナスのネジだ。このドライバー、役立たねえな、ドライバー。どっかで使うかもしれんけど、
プラス君は役に立たないかもしれないな。弾いてみる。ああ、お前が必要ない。そういえばオルゴールつけっぱなしだったな。ピアノを弾くなら止めておかないと。月光お願いします。どうやったら止まるかな。メモを挟んでみようかな。普通に壊れそう。音が止まった。メモがストッパー代わりになってたんだ。今、何か聞こえなかった。音でも出したら気にならないよ。ピアノなんか弾いたことないけど。なんだこれ、ピアノも壊れてるのか。ピアノの蓋を外した。ワイヤーのようなものが絡まっている。太めの絡まってんの外したんすか、ハサミもなく。君もすごいね、超絶技巧だね。これが絡まってたのか。勝手に音が流れ始めた。このワイヤーどうしよう、何かに使えそうだけど。布切れを持ってた。あれを巻きつければ。長い布切れにワイヤーを巻きつけた。ワイヤー入りの紐を手に入れた。悠長だね。私これビビってこの部屋から飛び出ると思うけど。よし、これなら僕一人ぐらい捕まっても大丈夫そうだ。これで、勝手に音楽。フリーゲームにおけるピアノってのはやはり、この時計。勝手になるもんだからね。自動演奏、お前が必要はない。しかし月光ではなかったってのが、ちょっと意外というか、なんというか。量子物理学。中を、見ますか。量子物理学の本の中に、量子物理学の本が入っている。さらに中を見た。親切、丁寧と書かれた本が入っている。どこが親切、丁寧だ。マトリョーシカみたいで、いいね。見るのをやめた。なんだろう、これは、おふざけ要素かしらね。合わせ鏡。合わせ鏡をすると、表と裏の世界が繋がる。儀式の方法は簡単だ。大きな鏡と小さな鏡を使用する。次のページには、小さな鏡と大きな鏡を向かい合わせにした図が描かれている。表と裏。表と裏の世界とは、平行世界の一つである。裏のものは表の世界の自分と入れ替わることを望んでいる。ああ、合わせ鏡って、そうだよね。鏡の中の自分は、本当に自分なんだろうか。裏返し。表と裏の世界がつながり、世界が入れ替わってしまうこと。裏返し、対策研究。合わせ鏡をしないこと。不用意に鏡をいくつも持たないこと。合わせ鏡をしてからの対策も、が、最も難しい。一番の問題は裏返しに会ってしまった場合、無事に元の世界へ戻ってこれるかだが。合わせ鏡をしないっていうのは、一番の予防なわけなんだが、やっぱ意図せず起こっちゃうこともあるよな。それこそなんか、鏡見てるその後ろにこう、マジックミラー号が走ってたりとかしたら、それでもアウトだもんね。合わせ鏡によって表と裏の世界が繋がることが伝えられている。この本を書いている私自身が、表と仮定して仮説を立てていこうと思う。今この瞬間でさえ、私自身がどこの世界にいるのか、わからないからだ。この人怖いこと書いてるな。なんだかこっちまで不安になってくるよ。ああ、表世界だと思ったら裏だった。とかね。裏の世界について。裏と表の世界は、対になっているようだが、異なることがある。裏の住人は実体を持たない影であり、光がなければ存在できない。鏡に映る自分が光の屈折で生まれるように。難しいな。よくわかんないや。ああ、鏡に物が映っている時だけ当然存在するんだよな。だから、映す対象の人間とかがそこから離れたら、どうなるんだ。ちょっとイメージ浮かばんぞ。裏返しについて。平行世界は繋がってはいけない。しかし、裏は表と繋げようとしている。入れ替わってしまった場合は非常に危険だ。裏は表と同じ顔をして日常に溶け込む。裏のものは何のために、
表の自分自身と入れ替わろうとするのか、本能ですかね。裏の世界は表の世界を乗っ取ることが目的だとしたら、世界の仕組み自体を壊そうとしているのだろうか。裏の世界はなんか住みづらくって、表の世界が妬ましくって、その全てをぶち壊す、その幻想をぶち殺す、そういうあれか。殴り書きされて、ここの棚だけ本が、あー、ここにじゃあなんか赤い本かなんか持ってきてぶっ刺すと、そう、ここだけ棚が分かれてんのちょっと気になるんだよね。離れたな。で、奥にネズミの巣っぽいのがあるな。この水道管、下の階に繋がってるみたい。下の階って言うと、あ、ボイラールーム。さっきそば鍵取ったな。耳を澄ませば、風の音がやはり。ここは猫を消しかけるしかないか。猫も入れないか、ネズミなのには。まあ、とりあえず、セーブしてボイラールーム。これ、BGM オルゴールも取んないかな。あの優しい BGM が好きだったんだけど。ボイラールーム、関係者以外立ち入り禁止。ここの扉は開かなかったけど、そういえば鍵を拾ったんだ。ここは、ボイラールームと、可愛らしい、ガーディアンだね。わ、猫ちゃんだ。でもそこにいたら先に進めないな。どうしようかな。あ、そうだ。牛乳あげたら喜ぶかな。気に入ってくれたみたいだ。あ、そうだ。お皿を使えば、牛乳もまだ残ったはず。ここにお皿を置いて、牛乳を注いで。やった。大成功、音符。牛乳美味しかった？よしよし。それにしても君、どこから来たの？一応聞いてみたけど、答えられるわけないか。でも台所にあった日記だと、猫を見てないって書いてあったんだよね。ああ、あのね、ダメだよ猫に牛乳あげちゃね。めっちゃ腹壊すからね、猫ちゃんね。猫が舐めるたびに牛乳が波打つ。歯衣フーズ。うんにょん、ワンワン。おい、ブルルー。賞味期限は切れてないけど、まあ切れてなくてもだな。まあ、いっか、ゲームだし。積まれておる。で、バルブとメモ。R、L。給水と排水。バルブの使い方かな？一体何に使うのだろうか？ああ、R と L。何もしない。ボイラルームって言うけど、まあ水の給排水もやってんのか。排水したいね。じゃあ左か？左に回す。うまく動かないな。部品が緩んでいるのかな？ああ、そういうこと？じゃあ注いでみる。上の階？どこからか水が通ったのかな？ああ、そういえば、上の階にバルブ、ってか、パイプ通ってましたね。なんのこっちゃだが。なんか、スイッチ的なものがあるな。通り抜け禁止の看板。通り抜けるわけではないんだけど、スイッチはとりあえず、なんか押せそうにないね。注意事項、各種操作、マニュアルを参照。配給情報、モニターを参照。ブレーカー、関係者以外は操作禁止。ブレーカー、ペペポ。給水はオンですね。機械のようだ。そう、これ、給排水は、うまく動かないのか。これ、給水止めたい場合、どうすればいいんだろう。これ、給水排水同じバルブでいいんだろうか。まあ、いいんだろうね。さて、めっちゃ水漏れしてるけど、これネズミさん大丈夫かしら？まあ、ネズミの穴かは知らんが。細長い金属の棒。壁のどこかに引っかかってたのかな？細長い金属の棒ですか？細長い先が、なるほど、なるほどね。確かに先端っていうか、その鉄の棒部分だけだったら鉄の棒だよね、ただのね。
うーんこの時計。開いた。なんだこれ。スパナですか。なんでこんなところに。まだ動かないな。もうちょっと調べてみよう。油が切れてるみたいだ。オリーブオイルならあるけど、どうだろうか。オリーブオイルって代用できんのかな。まあ、やるしかあるまい。動いたんだけど、それでいいの？動くのか。オリーブオイルで動く時計って、まあ、懐中時計にバター塗りたくるもんな、アリスだと。とりあえず、時計動かして、何になった？わかんないけど、まあ、よかったね、つーことで。スパナをどこで使うかっていうと、ああ、ここか。左に回すけど、部品を緩んでるから、スパナで直すと。やったね。バルブは回るようになったよ。水が流れたような音がした。どこからだろう。んで、これで排水ができたはずなので、排水の陣です。水はなくなってブクブクもないね。縄の端が締め付けられている。水はすべて抜かれたようだ。ここに何かを縛れば、下まで降りられそうだね。よし。ワイヤー入りの紐なら、こことしっかり結べば。よし、行けそうだ。慎重に行かないと。奥深くにボタンがある。スイッチだ、押しちゃえ。ポチッとな。何かが動いた。あ、この紐もうダメかも。早く上がらないと。ああ、間に合った。もう紐は使えないね。紐生活、できないね。綱渡り、だったのかな。ああ、これ、ちぎれてたらもう、このプールから永遠に出られなくて、えぐい末路だったろうな。ああ、ここが相手ら。穴、ですかね。床が傷んでる。埃っぽいし奥まで見えない。見えない、見えなく、なくなくなくない？これは、タブレット？母さんが言ってた、鏡か。なんか昔鏡で遊ぶなって言われたような気がする。なんでだったのか忘れちゃったけど。そういえば玄関の鍵見当たらなかったな。この部屋にあるといいけど、早く家に帰りたいし。小さな鏡を入手した。鏡。この鏡でいいんだろうか。鏡なんか、いや、この世界的には、ありふれたものではないのかもしれないが。とりあえず一通り探索というか、箱も調べ。こんだけ箱があるんだから、一つくらい何か、アイテムが。薬草くらい入れとけや。もう少しこの、ほこりっぽいし床も傷んでるし、もしかしたらどこかの穴に落ちちゃったのかも。ああ、そういうこと？床の穴の中には、靴下たちが住んでいます。あ、またスイッチか。スイッチ、こっちから。上から、音がした。ピアノの音もしなくなった。何が起きてるの？ピアノの音か。ピアノが、爆発？したのか。開いてんねえ。I don't know。こっちは時計の音だけが響いている。あれ、もうこんな時間？いや、違う。時計の針が逆に進んでるんだ。ただの故障だよね。ああ、モーターの逆、向き逆だった。行くしかないか。うわ、真っ暗だ。確か、マッチがあったっす。ああ、一番最初に取ったアイテム、ようやっと役に立った。焼き破り用ではなかったね。ろうそくがある。ああ、つけましょっか。で、なんぞペカって折って、ペカって折るけれども、後回し。自分の背丈より大きな鏡がある。まだ部屋をちゃんと調べていない気がする。
玄関の鍵を入手した。部屋の奥に何かある。まあ、そうっすね。奥っていうか真後ろだけど、今鏡持ってるけど、これ大丈夫かい？ろうそくと、なんだろう。え？僕。うわ。今のって、やんちゃだなぁ。そして割った後、反転したね。こんなところにいられるか、私は屋敷を出るぞ。さて、あ、移動速度が、速くなってんな。階段転げ落ちるんじゃないぞ。もう行くしかあるまいて。玄関の鍵を使った。玄関が開いた。外に出て目に入ったのはボロボロの橋だった。その橋は何十年も経ったかのように風化している。先はどこへ繋がっているのかもわからない。僕は言葉が漏れた。何？ここ？どこ？僕はどうしてこんな場所に？これじゃどこにも行けないじゃないか。その時、手に持っていた小さな鏡が落ちた。僕は今、どんな顔をしてるんだろう。え、子供？僕は。違う、僕は。お母さんと喧嘩して。どうしたんだっけ？お家に帰らなきゃ。ただいま。お母さん、家出してごめんなさい。ねえ、やっぱりうちで猫は飼っちゃダメ？そっか。いや、ありがとう。君のおかげで裏返しができた。ああ、難しい話だったかな。簡潔に言えば。君はもう元の世界に帰れないってこと。じゃあね。いけるか？これ。合わせ鏡、裏返しさえ成立させなければ、そのまま出ら、れた。外だ。やった。外に出れたんだ。変な場所だったな。そうだね。現在進行形ですごく変な場所だと思うんだけど、これはなんだろう、空飛ぶ島とかなのかな。雲が流れるのはわかるけど、山が流れちゃダメでしょ。合わせ鏡がどうとか。とにかく今は疲れた。今日は早く帰って眠ろう。
ああ、言っちゃった。でも君は思い出せるのかな？自分がどこからやってきたのか。僕はいつでも待ってるよ。